こんにちは。加藤茶さんね。年の差結婚すると、当然、色々と言われるでしょうね。でも、色々言われる中に、祝福の声も色々あったってことも忘れちゃいけないですよね。加藤茶さんは、まあ、奇跡的な年の差恋愛の末の結婚とはいえ、まあちょっとね、年齢を過ぎた多くの男性に勇気を与えたのは確かなんですよ。加藤茶さんを見てね、俺もちょっと、 もうちょっと若作りしてみようかなとか、なんか頑張って若い奥さんでももらってみるかとかね、若い女の子と付き合ってみるかっていうふうな一条の光を指したんじゃないかと思います。まあもちろんね、特別な人だけなんですよ。年の差恋愛できたりとか、年の差で結婚できる人、特に年齢差がね、えー、10も20も離れると、もう本当にね、いろんなものを乗り越えないとできないですからね。えそして女性からしても結構なプレッシャーなんですよ。なんかその、 財産産目目的、遺産目的遺っていいう風に思われないかななかかとね。なんであんな年寄りが好きなんだおかしいんじゃないかって思われたりとかねまあけど恋愛ってそもそもちょっとおかしい状態の時に落ちるもんだと思うんですよ感情的になんないと恋愛ってできないですからねで冷静になればなるほどお見合いみたいな条件結婚になってくるわけですよまあですんでこれは考え方なんですけどもお見合い結婚した人って結構離婚しないんですよね恋愛結婚って離婚率が高いんですよ これ何でかっていうと感情で結婚すするるから感情ででで別れんよね。でもお見合い結婚って条件が揃った人そして感情が後からついてくるってやつなんですよ特にその感情ってのを10年20年30年50年と育んで紡ぎ合わせていくからなんかより冷静な感情を持つようになるんですよね松島菜々子さんがかつてこう言ってたんですよ結婚っていうのは人生で最も冷静にならないといけない時 なののに多くの方は感情で結婚してしてまう。でも恋愛って感情の繰り返しですからねいやーなかなかねで今回ねりは長介さんの話をしようと思うんですけどもりは長介さんは俳優をやられてた時期も結構長くってねでこんな風に言ってるんですよ警察の役をやったことがあってその中でねお守りをつけているこの後輩とか部下を見かけるにつきこう言うんですよ お守りを身につけて殉職したやつを3人知ってるよって <laughs>。つまり、お守りっていうのは、別に効果はないんですよね。だけども、どうなんでしょうか。お守りをするっていう、その意識には、一目置く点があるんじゃないかなと。素直にやってみようかなっていう気持ちですよ。だから、猪りや長介さんの言葉を聞いて、お守りをつけてもね、別に命が救われるわけじゃないんだなってことを分かっていたんだけども、確認して、猪りや長介さんの言葉によって。 だからこそ油断するなっていうことなのかなっていうふうに捉えた。というふうに私は感じるんですけどもね。油断するなってこと、かなり大事だと思います。いかりやちょうつきさん。そっちにもう一人行きますよ。じゃあ。